ええ、正解よ。さすが冴えているわね。かつてブリトラが人形を送ったように、私たちは使いまで実験することにしましょう。たとえ小さなクラックでも、インプのような定位の用意なら通過してきてしまう。言い換えれば、その程度の使い魔ならば、こちら側からでも送り込むことができるということ。とはいえ本当なら、この使い魔だけは使いたくなかったのだけれど、手段を選んではいられないわね。魔女と名乗るヤシトラがそこまで言うとは。一体どんな使い魔なんだ。海より昇りて雲となり、山より落ちて雨となり、川より下って命と並ぶ。トゥルルル、あわわー。